だわらー、いや大好評のクイズ候補だわらが戻ってまいりました。では早速参りましょう。本日の回答者です。まず候補だわらちょい右の右側、略しちょい右です。よろしくお願いします。ちょい右何ですかその言い方。いやちょい右、自信はありますか。いやもう5月号しっかり読み込んで準備してきましたから大丈夫です。まあせいぜい頑張ってください。せいぜい。続いて同じ見込みの方、広報向上室の佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやクイズ大好きで有名な佐藤さんですが、今一番言ってみたいことは、最後の問題が今までの点数よりも獲得ポイント多い時の、じゃあ今までの問題何だったんですか、だそうです。いやいや、その情報いらないですね、はい、よろしくお願いしますね。いらない、いらないんです。では早速1問目いきましょう。1問目、5月号2ページで令和6年度の当初予算について取り上げておりますが、このページで重点的に押さえておくポイントは何で。これはしっかり勉強してきました。はい、はい、子ども子育て支援、脱炭素移行、デジタルトランスフォーメーション、大規模災害に備えた取り組み。え、いやそれも大事なんですけど。はい佐藤さん、詳しくはホームページをご覧くださいと紹介している財政課の久保寺さんは、久保寺ではなく久保寺。正解、佐藤さん10ポイント。そこ押さえる必要あります。佐藤さんさすが。いやもっと重要な伝えたいトピックあるでしょ。トピック、トピックは、トピック、はい、では続いての問題です。その財政課の久保寺さんの最新のトピックは何でしょう。久保寺さんのトピック、いや分かんないですよ。もっと市の予算のトピックとかそういうんじゃないんですか。はい佐藤さん、名古屋の東山動物園のイケメンゴリラに会ったこと。いやいや、わかんないです。さすがの取材力。いや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 、佐藤さん20ポイント。シャバーニ君、はい、いやいや、知らない、なんで知ってんですか逆に。いや、わかんないですよそれは。いや、さすがですね。それでは続いての問題いきましょう。続いて、共生社会の実現についてもご家族で取り上げておりますが、その共生社会、もう少し具体的に言うと。わかりました。年齢、性別、国籍、障害の有無などに関わらず、誰もがその人らしく生き生きと暮らしていける社会。ですが、下船河地区社会福祉協議会が e スポーツを用いて活動してるんですね。その e スポーツ、そのゲームとは、太鼓の達人。いやですが、ですが今そういった高齢者がゲームを使うのがいいとされています。その中で他にも太鼓の達人以外にもこんなゲームを使ったらいいのになっていうのってどんなのありますかね。え、相談相談になっちゃってますよ。何ありますかね。クイズの問題じゃなくて、例えばポケモン GO を活用して歩いた距離をもう測定するとか、どうですか。ちょっと、ちょっとな。いいじゃないですか別に、もうポケモン GO 絶対いいですよ。ポケモン GO にしましょう。え、佐藤さん、何かを決めつけるんじゃなくて、みんなで意見を出し合っていく、まあ、それが共生社会の実現に向けて必要なんじゃないかと思います。え、ちょっとさ、感動しました。もうそれが正解。30ポイント。30ポイント、そういうことですか。いや、共生社会で一番大事なことに佐藤さん言いましたよ。いやいや、何が問題なのか分かんなくなってきましたけどね。はい、では続いての問題です。続き4ページで魅力的な持続可能な農業について紹介しております。もうこれしっかり対策してきましたから大丈夫ですね。今、市内に注目の農産物いろいろありますね。はい。その中でも収穫時期が2月中旬から3月中旬の湘南ゴールド。え、ですが4月上旬から6月頃が下中玉ねぎ。ですが6月が十郎梅。ですが12月上旬から5月上旬は佐藤さん金子町。ここで佐藤さん正解100ポイント。ですがが多すぎるんですよ。ちゃんと分かってます。ですがが多すぎて全然私当てる気ないですよねそれ。やる気なくなってきました、ちょっと。わかりましたね。続いて最後の問題です。最後の問題はなんと、1万ポイント差し上げます。1万ポイント?まだ逆転できるじゃないですか、じゃあ。よし、でもほら、佐藤さんがね、ほら。いや、言わないんかい。え?さっき言いたかったってやつ、ほら、今絶好のタイミングですけど。はい、では問題です。言わないんだ。7ページで自治会加入促進についての記事を掲載しております。この度、市の自治会総連合の会長になった方のお名前は、関野次男さん。よし、勝ったー。いや、ちょい右、なんで当てちゃうんですか。いや、なんでって何も求めてないんですよ、そんなの。いやいや、知らないですから。勝つためにやってますから。じゃあもう最後のじゃんけんです。はい、最後、じゃんけんで勝った方がこのクイズの勝者になります。いきますよ、はい、じゃんけん、
負けた。佐藤さんの勝ち。いやいやいや、この勝負佐藤さんの勝ちです。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。いいんでした。ちょっと今までの問題何だったんですか。今までの問題、じゃ佐藤さん、いつもので一緒に進みましょう。では皆さんも方法7、5月号を見て見ます、ね、何だったんですか。